半歩早くボールへとたどり着け。その半歩がボールを操る余裕になる。疲労は確実に蓄積しているはず。しかしプレーはどこまでも丁寧。こっちの誘導、両サイドからの攻撃ちゃんと全部警戒してる。そんな時はシンプルに速い真ん中。 均衡を破ったのは猫マー高校。みんなは根性の使い手だから。どうせお前は自分はそうじゃないって思ってんだろ。確かにお前は踏ん張り効かねえし、サボる方法とかすぐ考え出す。でもビリだろうが文句垂れようが、先生、先輩が見ていようがいまいが、 大体最後までやる。今レフトには福永、福永は器用だしブロックがいてもうまいこと決めてくれるよね。じゃあさ、 強いのは俺じゃなくてみんなだから。 A パスが帰った時にしか見せなかったはずの 極小モーションからのセットアップ。